さあ、えー、と音声配信始めていきますこれはねなぜ音声配信にしたかっていうと、まあ、片手間に聞いてもらえたらなとか暇つぶしに聞いてもらえたらなとかあとその、ねね、眠れない時にミッキーの声でも聞いて「眠っとくか」みたいな感じの時に聞いてもらえたらいいなと思ってます。まあ、ちなみにねあのこの武勇伝を話しますと 私ね、結構ね、おしゃべりで、あまあ、日によるのね、日によるし相手にもよるんだけど、結構、あの、一人でベラベラ喋れるわけですよ。で、昔、私がずっとマシンガントークしてて、人を眠らせたことがある。<laughs> で、一人じゃないからね、何回かそういうことあったから、あ、これもしかしたら私が喋ると人を眠らせるのかなと思って、眠れない時に聞く音声配信っていうのもいいなと思ってます。<laughs> <laughs> ねなんかいい眠りにつけるように優しい話をしたいなと思っておりますえー、っとね今日はドイツのクリスマスの最後の日でドイツはね12月26日までがあのクリスマスの祝日で今日までが本当にちゃんとしたあのクリスマスの日なんですがそうそんな。 クリスマスマ今年はコロナだったのでまあなんか結構みんなそれぞれバタバタだったみたいですね、うん、まあコロナテストをやってから家族訪問しようとかおじいちゃんおばあちゃんに会おうとかねそういう人たちが結構ちゃんといてえっ、ー、と何て言うんだっけあれあの早くテストの結果が出るやつねそれをあの 受けにちゃんと受けに行って予約して受けてで陰性だったから家族に会うみたいなねでもあのなんかねあの早くできるテストなんて言うんだっけ簡易テストっていうのかな日本語だとシュネルテストってドイツドイツ語で言うんだけど <laughs> えっとねそのテストだと一応ねまあその時にないっていう今のこの時点でのことだから 有効期間っていうか、有効時間が48時間なので、それを過ぎると、まあまたもう一回テスト受けなきゃいけないのね。そう。私もそのシュネラテストっていうテストを、まあ職場で受けてます。週に2回。うん。入居者の人たちも受けてで、えー、っとね、まあ、そんな感じでね、今年は、あの、私今ね、 あそうそうそう私12月から老人ホームのお手伝いの仕事を始めててでそれもあの、えーとね、10月ぐらいからかなラジオ聴いてたらその老人ホームの介護とかお手伝いの人の人手不足がもう大変なことになってるっていうのをもう何回も聞いててでそれがあの もともとほら介護職って日本も多分そうだと思うけど人手不足でしょうでドイツも人手不足深刻でまあドイツ人は働きたくないわけですよなのでまあ自然と割と外国人が多く働いてるのねでもちろんドイツ人も働いてるけどまあ圧倒的に外国人が多いわけですであのそこでまあ人手不足だ人手不足だって言っててであ,あそうね私もそろそろ仕事も始めなきゃいけないし じゃあ仕事を始めなきゃいけないしっていう言い方はあんま好きじゃないんだけどっていうのは公の仕事をしなきゃいけないしっていうふうに言ったらいいのかな。ね、私はなんか家事するのも仕事だと思ってるし自分のやってることをやるのも仕事だと思ってるのででまあ公のね仕事をしなきゃいけないなと思ってたところだったからじゃあどうせ仕事するなら人の助けになれる方がいいなと思って。 で11月に、えー、と3日間そのお試しでちょっと働いてみてでじゃあ12月から本格的に契約書とか終わらせて働こうということになったわけです。で今働き始めてるんだけどね。で今年はやっぱりねあのまあねずっとコロナのニュースだし入居者の人たちも本当ならね家族とバーって会えるところを、ね、家族もみんなで 会いに来てくれるだろうところ人数も制限されちゃうしその前にコロナテストやんなきゃいけないからってなかなか来やすい環境ではないわけですよね状況ではないでまあ寂しそうにやっぱりねまあしょうがないねこんな時もあるよねみたいには言うんだけどやっぱり寂しそうなんだよねで何ができるかなと思ってでああそうだカードを作ろうかなと思ってね私と息子と一緒にクリスマスカードを 私ののグループの人人たたちね12人に帰ったのでそしたらああすっごい喜んでくれてもうなんかね何回も何回も見直してねありがとうありがとうって言ってくれてなんかねこういうのって本当にあげた私よりもあ違う,違うもらったその入居者のおじいちゃんおばあちゃんよりもあげた私の方がなんかめちゃめちゃ受け取ってるなって思う本当にこういう時思う。 でも次の日とかもまだね「いやー昨日のカード本当ありがとう」とかもう言われるともうなんかなんていうかもうこちらがありがとうだよね本当にそうそんな感じでねであのまあちょっと入居者の人たちと絆も深めつつ私にできる最大限のことをやったクリスマスでございましたそう なんかね、あの私も介護の仕事とかしたことなかったしっていうかそもそも興味を持ったことすらなかったんだよね正確に言うと。そうでまあそれともなんか欠片も思ってなかったんだけど今回本当にね何が響いたってねなんかその本当に人手不足で誰か来てほしいって聞いた時になんかああいうところで人手不足って 大変すぎでしょうと思って思ねもちろん病院とかだからそういうとこ全部そうね人を助ける仕事のところで人手不足って半端ないよねだってねえ一人でできない人たちがいっぱいいるわけじゃないで誰かの助けが必要な人たちがいっぱいいてで助ける人が少ないってああもうなんか大変と思ってそうでまあ仕事始めて、まあ、もちろんね 初めてだからいっぱいもうドキドキすることもあるし怪我させちゃいけないとも思うしなのに統一人のおじいちゃんとか大きいわけですよもう2メートル近くあったりしてって <laughs> もうね本当にね最初まあ今ももちろん最初なんだけど本当に最初の1週間がね毎日帰ってきてからもう疲れすぎて泣いてたもんね本当に精神的にも疲れて。 でも今でも、なんかね、あの帰ってきてやっぱね、すっごい疲れて、泣いちゃうときあるね。なんかね、精神的にちょっと疲れちゃうときあるんだよね。疲れちゃうって言たらあれなんだけど、悲しいとこっていうか、寂しさが見えちゃうと、伝わってくるじゃない、なんか。ね。で私にできること私は最低、最大限やっても、それで、ね、彼女とか彼らの、その、寂しい気持ちをすべて拭えるわけではないから、 もちろんね人間誰でもそういうとこ持っててでそういうのを受け入れつつそう生きていくもんなんだけど私はね感受性豊かすぎてねそういうのをそうもろに受け取っちゃうわけですよもうね超感じちゃうのそういうのでねなんかたまにもうなんかしょぼーんってなっちゃうんだよねその時はね笑顔を見せてね明るく振る舞うんだけど家に帰ってきた時にしょぼーんってなっちゃうあとはねそう もうね私結構お世話してるだけで私の中ではもうすごい何て言うのこう関係性みたいなのができてるからこうもう気持ちが結構入ってるわけねもう私の家族の一部じゃないけどだからねたまに天気の悪い日に朝みんな起きてくるの遅かったりとかちょっとこう具合悪そうな顔とか見せられちゃうともうちょっと心配になっちゃうんだよねああ お願いだから何もなくこのまままだ元気で生きててねって思っちゃう <laughs>。まあそんな感じでね。まあ始めたばっかりで今1ヶ月もまだ経ってないから、まあそんな感じなんだろうなと思う。本当に。でもね、尊い仕事だなと思った。始めて、始めてから本当に思った。うん。なんかね、自分のことを自分でできる人たちは、別にそんなにまあね、 あのご飯ちゃんと用意して食堂でねそのみんなが食べる場所でご飯を用意してその人たちが来てお薬渡してとかそういうことなんだけどあの自分でトイレができない人とかあと認知症で気をつけて見てなきゃいけない人とかやっぱそういう人になればなるほど押せばするからやっぱり距離感縮まるでしょう。 でその健康でね、まあ、健康って言うと、まあ、ちょっとあれだけど、まあ、自分のことは自分でできる人たちですっごい優しい人とかもう私のことを逆に気にかけてくれる人とかもすっごいもう関係して中では生まれるじゃないもうねもう大好きなおばあちゃんがいるわけ私で <laughs> その人はねここの老人ホームでも結構有名ないいおばあちゃんでであの従業員いっぱいいるんだけどね違うなんか事務所の人と話した時に。 あどこのグループで働いてんのというか、私ここのグループですって言ったら、ああ、あそこあのおばあちゃんいるでしょあの人超いいよねって。もうそんくらい有名なのね。<laughs> ねそう。そのおばあちゃんとかももちろんそうなんだけど、中にはもう90いくつで、車椅子のおばあちゃんがいて、で、なんかね、どんどん痩せてるみたいで、まあ固形のものね、食べれないからもちろんそうなんだけど、今42キロしかないとか言ってたけど、そのおばあちゃんとかはトイレに、 連れてっててっ座らせてあげななきゃいけないけで、まあ、終わった後はお尻きれいにしてあげるみたいな感じなんだけどそれもねもう一番最初一人で初めてやった時とかはもうほんと怖くて怖くて「あどうしよう怪我させちゃったらどうしよう」とかもうお互い必死よね多分向こうも必死だったと思うので「ほんとにごめんね頑張るからね」って言ってやってで終わって「あできたねできたね今日できたよ」とかそういう話をしたりしてたの。 で、それもやっぱりね、回数重ねていけば、だんだん上手くなってくるし、私ももう前ほど今心配なことはない、もっと、上手く養領よくやる、やり方とかも分かったし、で、おばあさんからも、その、私も信頼感も得て、やっぱね、その信頼感生まれた時って、目の感じとか違うよね。そのおばあちゃんとか、多分もうあんま見えないんだけど、でもね、ちょっとこっちをちゃんと見るようにして、で、私の、あの、声とか聞いて、 あミキだってわかるとそのちょっとうれしそうな感じとかねそういうの見るとねいいなあと思うなんかなんか、何て言うんだろう元気な時とか自分で動ける時とか何でも自分でできる時ってその時にはわからないようなこの人のぬくもりとかその優しさとかを感じ取れる環境なんだろうなと思ったんだよね。 なんかその長い人生生きてきてだって90歳以上とかだともう戦争とかも経験してるわけじゃん。でその方々のその最後の時間を一緒に過ごせる一人であれってよかったなって思ったね。そう。うん。そんな感じなんだよね今ね。だから仕事はなんかねすごい。 すごいい楽しい、うん、もちろんすっごいストレスもあるし3人同じ時間にトイレとかになった時にはもう一瞬でパニックなんだけども <laughs> でもねなんかその本当になんか尊い人との交流だなって思う瞬間がいっぱいあるんだよね。なんかかねねこののの間はク、ね、クリリスマスススママ近いら昔の ドイツのクリスマスの歌みたいなのを CD でかけたのねで、まあ、オールディーズだよねよくよく言うオールディーズみたいな感じであのその歌をかけててでそれもうね朝食が終わった後に一段落してその音楽をかけてて私があじゃあちょっと今時間できたからパソコン入力しなきゃと思ってパソコンの。 ね、あるちっちゃい部屋にシュッて入った時に聞こえてきたのそのね CD に合わせてねああ認知症のおじいちゃんとかおばあちゃんが歌ってんだよもうねなんかねもうすっごい嬉しくて思わず部屋を見に行っちゃったので、ね、ちょっと覗いたわけよそのリビングみたいなとこね食堂みたいなとこそしたらもうなんかね部屋輝いてたもんね部屋がもうなんかね本当にね白く輝いてたよ 本当素敵な瞬間だった。だってそう、なんかね、その、一人のおばあちゃんとかは結構意地悪だし、一人の人なんて、あの、あの老人性のなんか、あの認知症とかそういうのだけじゃない何かの病気で、まあ要するに、ちゃんと会話とかがあんまりできないわけ。で、もう一人のおじいちゃんも認知症で日によって、こう、しっかりしてる人、 ものすごくもう、心ここにあらずみたいな日があるんだけど、もうその瞬間ね、三人でその、ほんとに、ね、一緒にその CD に合わせて歌歌ってて、もうなんかね、美しかったね。ほんと美しいなと思った。いいね。なんかああいう瞬間って、ほんとにこういう仕事してないと、出会えないもんね。 なんかね、本当、なんかいおしい瞬間だなぁと思った。思わず、こう、一人のおばあちゃんと目が合ったからね、拍手を送っちゃったもんね。<laughs> いいなぁと思ったよ、本当。そういうのがね、なんかね、お金に換えられないものだし、その、なんて言うんだろう。本当大変な仕事だからこそ逆に、あの、そういう瞬間瞬間が余計になんか際立って、 輝いて見えるのかもねそういうのもあるのかなうんそうなのそれでさこの間はさあなんかいい話する話がはずがいい話なんだけどちょっと悲しい話になっちゃったかな <laughs> なんかねでもね話を聞きたいんだこれね自分のメモ代わりにもなるじゃんでそうなのこの間ねその一人のおじいちゃんがあ認知症入ってるんだけど 一人で歩くと、と歩くきに支えるなんかこう下にさローラーみたいなのついた日本語でなんていうかわかんないけどそういうのあるじゃないそういうのを持ってても危ないから誰かが付き添っていないと本当は一人でうろうろしちゃいけないんだけど認知症って日によってぼーっとしてるときと活発的なときがあってその活発な日とかだと動いちゃうわけね。もうそういうい本当に、 私の心臓バクバクで、ああ、お願いおじいちゃん、あんま動かないで座っててと思うんだけど。まあね、その、食事の後におトイレに連れてって、で、まあお昼寝の時間って言ってベッドに連れてくわけね。で、そのおじいちゃんをベッドに連れてくと、もうおじいちゃんはいつもね、そのベッドの中に私を呼びたいわけよ。<laughs> でこっちおいで、こっちおいでね、こっち入んなよって言ってね、もうなんかキスとかしたいわけ。私は、 ああ、これおじいちゃんね、認知症の色ぼけじじいだなと思ってたの、最初。でも、なんかね、嫌な感じじゃないわけよ。そのおじいちゃん、なんかね、なんて言うんだろう。なんかこう、可愛らしいんだよね。なんか本当にドロドロとしたエロじゃなくて、普通になんか、なんかこう、純粋に、なんかこう、こっち来てよ、みたいな感じなのね。で、まあ、色ぼけじじいと思いつつ、まあ、ね。 はいはいと流してたわけですよ。<laughs> ね、もちろん色ぼけじじいとか言わないよ <laughs>、ね。はいはいって言って、まあね、認知症もう大変なんだろうなとかそんなこと思ってたんだけどさ。で、その、この間ね、そのちょうどクリスマス前の時だ。またいつものごとくおトイレに連れてって、その後にベッドに連れてって、 で、じゃあ、ねい、少しお昼寝しようね、みたいなこと言って、で、まだ、あ、若干不満そうではあったんだけど、一回ベッドにまあ座ったら、あ、まあいっかみたいな感じで、うん、って言ってたのね。で、言ってたんだけど、そしたらまあいつものごとくね。さあ、こっちおいで、こっちおいで、ね。こっちにおいでよ、って言うわけ。ベッドに連れて行きたいわけ、私はで、その時に言ったのね、その日だけ。こっちにおいでよ、君、僕の奥さんなんだから、って言ったのね。 でもさ、それ聞いたらさ、超泣きそうになっちゃった私。ああ、なんか、そっか、時々この、そういう話をしてたのは、もしかしたらフラッシュバックだったのかなって思って。で、なんて言うんだろう、もちろんね、私はね、その、時々はおじいちゃんが、なんか、ふざけてやってる時とかもあるの知ってたから。だから、なんて言うんだろう、まあ、ふざけ半分、でも、 本当に多分、先にもう亡くなってる奥さんと重なっちゃってる時ってあったんだろうなと思って。ね。だから、ああ、キスしてよって言ってキスしないと、それはちょっとムッと怒ってるわけよ。<laughs> そりゃできませんよ。ね。ね。私、奥さんじゃないですから。でも、奥さんめっちゃ幸せだっただろうなと思った。こっちおいでよ、こっちおいでよって言ってさ、もういつも朝とかも会うとさ、私の手握ってさ、 この手の甲のところにキスするわけでね,もう本当にね奥さん多分生きてる時さもうそのおじいちゃんの愛情いっぱいで幸せだっただろうなと思ったでねそれをなんか「いやーなんかさこの間悲しい悲しかったよ」っていう話を友達にしたのねいやーおじいちゃんが急にさ僕の奥さんなんだからって言われたらもう超悲しくなっちゃったってそのちょうど枕元にさベッドの枕元にさその奥さんとの まだ二人が、なんていうの、フィ,フィットだしてた頃。二 <laughs> 人がまだちょっと元気だった頃の写真があるわけ。それ見たりさ、なんか、ああ、今でも恋しいのかなって思ったらさ、悲しくなっちゃったっていう話をしたわけ。そしたらね、その彼がね、友達の彼がね、言ったのがさ、いやー、でも、ニキいい仕事だね。いい仕事してるじゃん。 そのおじいちゃんはさその瞬間さ恋しいんじゃなくてそのかつての時間を思い出してるんだよ。それってすごい幸せじゃない。今はさもう奥さんいないじゃん。いないけどさその瞬間にはいるんだよ。ねその瞬間におじいちゃんはミキを見て自分の奥さんだと思ってかつての時間がよみがえってるってね。それってすごいすごい仕事だよって言ったのね。 それで、ああ、そっか、そういう見方かと思ってさ、なんか悲しい、悲しい、そうね、悲しいと思っちゃったけど、その時おじいちゃんがもしも本当にそのもうなんか、あの、妄想っていうか、まあ、かつてのその記憶の中に入って、私を見て自分の奥さんだと思って、触れ合ってるとしたら、語り合ってるとしたら、 それって本当に尊いよねって思ったのね。だってその瞬間はまたさ、かつての時間の中にいるわけじゃん。ねえ。本当そうだなと思って、もうなんかさ、その、彼本当超いいこと言うねって思ったもん。<laughs> 本当超いいこと言うねって言った。30回ぐらい言った。<laughs> そう。本当そんな感じなんだ。だから次はそういうことがあって、もう悲しむというよりはむしろ、 ね、あ,あよかったその少しの時間でもねその幸せな時間を思い出すその時にまた再びその時間を蘇らせる時間に一緒にいられてよかったなって本当にそう思った、うん、なんかさあの日本人のペコロスの「母に会いに行く」っていうその4なんていうの漫画があるんだけどその認知症のお母さんと接しているその漫画家さんがね接している時の を漫画にしたやつがあるんだけどその中でもねその認知症ののお母さんんがねねそういえば言ってるんだよ、ね、あの認知症になってからその先に亡くなっちゃった旦那さんが会いに来て会話ができるから認知症になるのも悪くないなってそのおばあちゃんおばあちゃんっていうかその作家さんのお母さんが言うのね。でそれがだからさすっごいよみがえってさその私の友達がね いやその瞬間にはさ今いるわけでその時間の中にって言った時にさあ,あ本当そうだと思ってなんかさあのなんて言うんだろうこれさ私がさ別にさ私ってすごいいい人でしょとかそういう意味じゃなくて私感受性がめっちゃ強くて人の気持ちをダイレクトに感じて取れちゃうわけだからその 誰かが悲しい思いしているとか嫌なのね。なんで嫌だかって私が私も悲しくなっちゃうから嫌なの。誰かが辛いとかも嫌なのは私も辛くなっちゃうからな、ね、嫌なわけ。でだからその誰かねそのおじいちゃんがさ私の別に私の家族なわけじゃないしさ知ってる部分なんて本当にその入居してる私がね仕事してるその時間内だけなんだけどそれでもその時間内でそのおじいさんが 一番幸せだった時間を思い出せる、その思い出す、思い出してる、その瞬間にいられるってすごいなと思った。ねそれだからさ、すごい私も嬉しいんだよね。だってさ、人の嬉しいのもめっちゃ感じるからさ、そのおじいさんが、そっか、だから、だからあんなに優しく私の手を握って、 本当に優しく私の手を握ってキスするんだよね手の甲にねで「愛してるよ」とか言うのねもうさ本当にさ私さあの奥さん幸せだっただろうなって思うで逆に言うとそれで私も幸せな気分もらっちゃうもんね本当に泣けてきた <laughs> いい話やんねそうそんなこんなでねまあ本当に思わぬところに尊い仕事と思ったようん賃金安くてハードな仕事で,で誰もやりたくないっていうのはすっごい分かるのだってだから私も興味なかったしなんだけどこれねここね本当にしっかり向き合った時にねお金になんかもう 物になんか考え,えられないほどのすっごい贈り物が入っているわ、この仕事。本当にそう思った。うん。ねでももちろんね、気をつけなきゃいけないのは、私もちょっと、まあ人を甘やかし、厳しい、めっちゃ厳しいんだよ、私ちなみにね。なんだけど、 結構人の言うことを聞いてあげたいなとか、その、えー、甘やかしたい。甘やかしたいって言うと変だけど、甘やかしちゃう部分もあるから、その、入居者の人たちがね、なんか本当は自分でできるくせに、私の前だと、えできないみたいなこと言って、で、私がやってるのを見て、他の入居者が、あの人一人でできるわよ、みたいな、そういうのはあるんだけど、でもね、なんかそういうのも全部混ぜて、楽しい。うーん。 ね、でそこでね忘れちゃいけないのがねその自分で自分のこと何でもしっかりできるまだ割とこう体がフィットな人もねやっぱりちょっと寂しいところはあるわけよだからちょっと何か些細なことを話したりとかちょっといつもの何かにくらい加えて何か違う話をちょっとしたりとか。 そういう少しの交流がすっごい嬉しそうにしてるんだよね。で特にほら今コロナだからさみんな簡単に会いに来れないし今までは月に1回ねコンサートとかあったみたいなんだけどそういうのも全部中止になっちゃってで週に1回やったその体操の時間とかも全部キャンセルになっちゃってで余計に多分ねちょっと孤独な感じになってると思うのねこうちょっと。 前ほど明るい空気ではないよねみたいなだからここで話していると私の他の仕事する時間がちょっと少なくなっちゃうんだけどあまあいいや、ね、このこの貴重な時間をのねしないで何の仕事するのよ私の仕事ゴミ捨てじゃないしみたいなゴ、ね、ミ捨ては後でするもちろんねでも今この瞬間にこのおばあちゃんとこの話ができて おばあちゃんちょっとこう話して後に嬉しそうだったりとかちょっとこうなんていうの気分が上がった感じなのを見るとそれが超本当にさかけがえのない贈り物だよねうんだからそしたら別にちょっとくらい残業してゴミ捨て後で行ってもいい <laughs> まあねそう言えるのはもちろんなんかあの私がフルタイムで働いてないとかそういうのもあるんだけど ね、でもね、このぐらいの心の持ちようで仕事できた方が多分こういう仕事っていいんだろうなと思う。本当に。ストレスいっぱいたまっちゃってて、時間もないし、休みもちゃんともらえないしとかだと、入居者に当たっちゃう人がいるっていうのは、全然わかるわ。うん。それをね、成人、みんなさ、人間だからさ、成人じゃないからさ、ねそんな時に、 誰にでも優しくできる人なんてそうそういないじゃない多分ほとんどいないじゃん。だからね、そういうのも含めて、あの、ちゃんと、ちゃんと給料を、今の倍ぐらい ?2 倍3倍払って全然いいと思うわ。だって一番さ、人生のさ、この、言ってみれば尊い時間をさ、フォローする仕事なわけじゃないで、 みんながその仕事をしたいなって思えるような環境になるのがいいなと思うそうまあそんなのがえっ、ー、とね今のお仕事のお話で尊い時間のお話でしただからね本当にねでもね心と心ってやっぱつな,つながるよね 私がさ、ドイツ語完璧じゃないしさ、今なんてマスクしてるしさ、私なんかマスク二重にしてるしさ、で、入居者の人たちみんな耳遠いしさ、もうさ、なんていうの。話が通じないことも結構あるわけ。私が何回言っても理解してもらえなくて、もう大声で、私の声はちなみにあれですよ。働き始めてからどんどん声大きくなってる。<laughs> <laughs> だってさマスクもあるしさみんな耳遠いからさ超大きい声ではなきゃいけないじゃん。でも何回も何回も言い直しやっと通じたとかさそういうことも多いわけなんだけどみんななんかねやっぱねお互いの間に信頼関係がだんだんできてくるとその一回で理解できないことに対するとかねそういうのが。 ない、なくなるんだろうね。うん。そういうのも嬉しいなと思う。なんか、だんだん打ち解けてって、私がちゃんと理解できなかったりとか、何回も聞き直したりとか、何回も言い直したりとか、それをイライラせずに、ちゃんと受け止めてくれてるっていうのも、なんか、ね、優しいなと思うよね。 普通にさ、役所行った時のさ、役所の人たちの方がよっぽど怖いわ。<laughs> あ,あれよちなみにね、これ全然話変わるけど、役所に行く時は、ドイツの役所ね、女の人がね、日本人の女の人がドイツの役所を訪れる際は、声は低めにしてください。<laughs> あのね、日本人ってさあの、特に女の人さ、 どこか出かけたりとか何か初めての人と話したりとかするときに声のトーンが上がるでしょでもねあれやるとねドイツ人の女の人めっちゃ怒るわ。っていうかねもうもろに嫌な感じ出してくるのね。なんだけどわざとゆっくりと声のトーンを低くしてしっかりと話すとすぐにあの、リスペクトしてくれる。高い声でひ って話すとねめっちゃもうなんか目からなんかね見下し光線みたいに出てくるもんね <laughs> いや私もさ日本人もちろん日本人だからさ最初の頃はこう初対面の人とかやっぱちょっと声のトーンが上がるじゃないんだけどそれ役所はねもう何回か行くうちにねマスターしたねわざとゆっくり声のトーンを落として話すと早く物事が進む。 で、それもね、たまたまそのね、その時に、俺結構怒ってたんだよね、だって。いつもさ、なんかさ、ちゃんと相手にされないみたいなのがあったからさ、その時ちょっと怒ってて、たまたま声のトーンが低くなって、ちょっと威圧する感じでゆっくり話してみたの。そしたら、お、なんだ。超簡単に物事進むじゃん、と思って。これはね、ちっちゃいテクニックですよ。<laughs> 全然いらない豆知識だね。みんな日本に住んでるしね。<laughs> いいやいやど,っどこかにどこかで使えるかもしれないから入れといてこの豆知識うんおなんかね気が付いたらもう34分ぐらい喋ってるわすごいね一人で34分喋ってる、まあ、全然まだ生きるけどね <laughs> まあとりあえず今日は今日はというか今回はここら辺でいか終わりにしてえー、また 次回の配信でお会いしましょう。では、また、またねー。